豊かな自然と独特の文化を誇る長崎県。その風土から様々な工芸品やグルメが生まれてきました。九州沖縄には全国的に評価されている名産品、特産品がたくさんあります。 Amazon 日本ストアを通して九州沖縄の素晴らしい商品を応援させていただけることを大変嬉しく思います。 Amazon 日本ストアには地域に根ざした生産者が作る伝統、技術、アイデアが詰まっています。その中から県内の名品をご紹介する、それがピント地元応援団です。生産者が思いを込めて作った日本の名品に光を当てているアマゾン日本ストア。ピントでは月に1回そんなアマゾン日本ストアに掲載されている商品の中から九州沖縄の名産品を県内のものを中心にご紹介しています。今回ご紹介するのは赤ちゃんの着心地を追求した長崎メイドの赤ちゃん肌着です。新しい命のためにとことんこだわりました。縫い代を平らにこう縫ってあげて、なおかつですね、それがですね、洗濯にも強いっていうのが、弊社の肌着の特徴かなと思います。使い勝手と赤ちゃんへの優しさを形にした私服の赤ちゃん肌着です。諫早市小長江町にある株式会社リセン。従業員およそ40人の縫製会社で、スイミングキャップや女性用のガードルなど生地の裁断から縫製までを行っています。特にスイミングキャップは国内で3本の指に入るほどの生産力を誇ります。このリセンが丸眉というブランド名で2009年に生産を始めたのがベビー服。お邪魔します。あ、かわいい。あ、いろんなベビー服がありますね。井上社長、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、こんなに多くのベビー服があるんですね。そうですね、もう新生児用からを中心にですね、はい、大体2歳ぐらいまでのお子さんが着れるようなベビー服揃えています。このリセンでベビー服を作り始められたきっかけっていうのは何だったんですか？2009年に僕の姪っ子が生まれた時に、はい、市販の肌着を見たのがきっかけでした。外にこう縫い代が出てるような肌着だったんですよ。弊社の技術を使えば、たくさんの人に喜んでもらえるようなものが作れるんじゃないかなと思ったのがきっかけです。井上さんは産婦人科の看護師や出産後のママの声を参考に、生地作りからすべて日本製にこだわりました。はっ、滑らかですね。そうですね、軽いというかエアリーな感じで、でもなんていうんですかね、この絶妙にこの肌に吸い付くけどさらっといく感じ。生地は伸縮性の高い向きを胴体に、伸びにくい向きを首周りに合わせて裁断。これによって赤ちゃんの肌には優しくフィットしながら、洗濯を繰り返すことで首周りが伸びてしまう悩みも解消できます。切れてますこんな感じで、断面を見ると、わー、すごい、わー、綺麗。これはベビー服の左側です。毎日洗濯するものなので、はい、洗っててすぐダメになったってことにならないように、赤ちゃんの成長にこうしっかりと、ね、寄り添って長く使ってもらえるものっていうのを作っています。続いて縫製。リセンが誇る表にも裏にも縫い代が出ない縫製技術、それを叶えるのがこのフラットシーマーというミシンです。6本の糸と4本の針を使い、編み込みのように縫うことで表も裏も凹凸がない滑らかな縫製になります。扱いが難しいミシンで熟練の技が必要です。縫い代の部分っていうんですかが出てなくて、はい、本当に裁断された布が一つながりで縫われてるんですね、はい、女性用の下着とか
に使われてた技術なんですよ。でそういったのをこう転用してあのベビー服にも使うことで赤ちゃんの肌にも優しくて縫い目もしっかりと洗濯に強いものが、できています。リセンの赤ちゃん肌着は2012年長崎デザインアワードの大賞を受賞。産婦人科から徐々に発注が入り、今では全国60カ所以上に納品されているそうです。さらにこの肌着、育児をする家族への優しさも詰まっているんです。広げると、はい、紐がついてるんですね。そうです。で赤ちゃんを中に入れてあげて、でまずはこう同じ色の紐を結びます。わかりやすいですね。そうですね、初めてこういうのを着せるママのにもこう視覚的にこうお手伝いができるような工夫がしてあります。でこの紐もですね、こうお父さんたちが育児参加しやすいようにこう長くてちょっとこう結びやすいような17センチってこあの長さにしています。私もお人形に着せてみました。練習も兼ねて、はい、ここに寝かせてあげます。はいはいはい、なんかすごく大事にしなきゃっていうぐらいの、はい、ちょっとリアルな赤ちゃんの目です、赤ちゃんの袖をこう手を伸ばせないので、はい、お母さんが、はい、ここから手を、あ、手を持って、はい、で引っ張ってあげるですね。あ、お洋服を引っ張る、はい、そうです、こういう感じです。痛くないかな。大丈夫です引っ張ってあげると、手を持ってちょっと引っ張るね、はい、生地もですね十分ここ伸びるので、はい、こういう時にこの伸縮性が、はい、あ、生かされるんですね。あ、はい、蝶々結び で、はい、で汗を吸うのが役割なので、はい、ちょっと優しくフィットするのをイメージして、フィットするような、はい、結んでいただけたらと思います。そか、肌着ですもんね、はい、できました、はい、こんな感じです。大体ですね、かわいい、本当に着せやすいと思いました。お洋服を引っ張っても大丈夫っていうところもですし、この結びやすさも感じました。何よりやっぱり着てる姿ってかわいいですね。かわいいですね。こう赤ちゃんが、弊社の商品を着た赤ちゃんがこう自然と笑顔になるような、そういったものを作れたらと思ってて、赤ちゃんが笑顔になると周りの大人がこう笑顔になりますよね、はい、そんなこう笑顔の連鎖がこう続くようなものづくりをしていけばと思っております。本当に私もその美仙のベビー服を着た赤ちゃんと一緒にいて、すごくなんか今までにない笑顔になってると思います。はい、私も丸眉のこの肌着、はい、子供たちに着せてたんですよ、うん、お下がりで、長男と次男でも ね、ずっとこの肌触りが変わらないの、気持ちいいままなんだよね。なんと洗濯しても強いってことですもんね。嬉しいよね。国産のオーガニックコットンを使用した 100% メイドインジャパンの商品ということで、本当に安心ですよね、はい、また安心だけではなく、こちらの肌着ですね、イギリス王室に誕生したジョージ王子の誕生日祝いに贈られたそうなんです、はい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 、そこでこちらが来たということで、イギリス王室から感謝状が届きました。もうロイヤルファミリーも認めたと言える肌着なんですよね。ギフトに送っても喜ばれること間違いなしです。さあ、今回ご紹介しました丸眉美仙の新生児短肌着は Amazon 日本ストアから購入することができます。またピント地元応援団のホームページからもアクセスできますよ。 Amazon 日本ストアでは他にも九州沖縄の一品が紹介されていて、日本各地の名産品特産品も応援しています。ぜひチェックしてみてください。以上、ピント地元応援団のコーナーでした。